はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書3章テスト対策やっていきます。で、今回は2問やりますので、1回ね動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとね不安だったり分かんないのがあれば、今からね自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は本編の方で取り上げてない問題ですね。で、結構好きな先生は定期テストに出します。このタイプの問題。ワークとかにも載ってることありますよね。で、何かっていうと、もうね、問題があって解いてあるの。解いてあるんですよ。途中式も書いてある。でも、間違ってるんです、この解き方。で、そのあいうえってここが4つありますけど、そのどっかで計算ミスをしてるので、最初に間違えたのどこでしょうかっていうのをまず探すの。で、その後に、じゃあ自分で解いてねって、正しい解を求めなさいっていう。で、今回は答えを書きなさいってだけにしてるんですが、先生によっては、間違いのやつね、あいうえを書いた後に、途中式も含めて自分で解きなさいっていう先生もいらっしゃるので、まあ、そこも意識しながら聞いてみてください。で、このタイプの問題は解き方が2パターンに分かれてて、1つは単純に探しに行くの、ミスを。これどこで間違ってっかなっていう。で、もう一つは、ここを無視して一回解くんです、自分で。で、これは好みで分かれるので、どっちでも大丈夫。で、個人的には、隠して解いてもらった方がいいかなとは思ってるんですけど、ただこれデメリットが一個あって、その、特にこの、なんだ、分数の時なんですけど、この解き方と自分の解き方、まあ、アプローチの仕方が全然違うと、見つかんないんだよね、ミスが。だから、ちょっとやってみて、あれよ、ちょっと見つかんないな、噛み合わないなって思う方は、普通にミスを探した方がいいと思います。これは任せるね、みんなにね。で、ちょっと前置き長くなりましたが、まず、この計算。カッコのタイプの問題ね。で、これ、下見ていくと、こっちは変わってないんだよね。x-1。で、右が何やってんのかなって思った時に、まずカッコあるから、分配法則で配りますよね。3を掛け算で配る。だから、サザンが9。プラス 3x、 あ、間違ってないなと。ってなりますよね。で、ここで、まあ、いろんなミスのね、誘い方があるんですけど、あんまり出てこないけど、一応頭の片隅に置いといて、これを足し算で配ってミスるっていうのも誘われます。3x はね、基本的にミスんないの。ここを6ってしてミスります。3足す3でね、たまにある。でも今回は大丈夫だと。じゃあ次何してるかなって、x こっちにまとめてるから移行してるんですよね。で、3x、文字がくっついてるんで、こっち側に持ってくる。イコールの上ってかね、飛び越えてくるから、符号が変わる。だから、プラス 3x がマイナス 3x になってて OK。じゃあ、マイナス1も飛び越えるんだけど、ここなんだよね。符号が変わってないんですけどっていう。だから、今回のミスはここになります。つまり、答えはいいですね。これが答え。ここでいいかな。じゃあミスも見つかったので、まあミス見つかったらね、あと下は確認しなくていいからさ、最初に間違えたところって言われてるんで、じゃあ解いていきましょう。で、まあ途中式書けって言われることもあるって言ったんですが、ちょっと場所入りきらないので、ここまで、あまでは使います。この続きだと思って見てください。そうす、いけ、ごめん、ちょっとずれた、大丈夫かな、ごめんごめん。で、書いていくと、x-3x。で、右側が9足す1なんだよね。移行が。符号変わるからさ。で、こっちが -2x。9足す1で10。両辺 -2 で割るから、x=-5。となって、これが正しい答えになります。このパターンの問題っていうのは、よく出てくるのは分数の問題です。こっちのが圧倒的に多い。でも、例えば、まあ、これね、今までの先生のことなのは、塾講師の時のさ、生徒の、先生のテストを見た時によあるのは、このタイプが多いんですけど、このカッコでミスを誘うっていうのも結構出されます。そう。で、さっき言ったように、カッコの分配のところでミスさせるか、あとは移行の時に符号をミスらせるか、がやっぱり多いですね。個人的な印象だと。いいかな。で、次が多い分数です。で、まあ分数は前にもね、1個前の動画でも言ったように、まず最初に分数を消しに行きます。基本的には。だから、普通に解こうと思ったら、これ4と3が邪魔なんで、4と3の最小公倍数だから12をかけます。全体に。
で、かけていくと、12と4分の x。ちょっと書いてみようか。こうなって、約分されるから、下は1でなくなりますよね。だから 3×x で 3x なってます。で、マイナス1に12をかけるから、マイナス12。で、ここもミスが出ます、結構。で、このタイプよりもね、どっちかというと、例えばね、ごめん、ちょっといろんなとこにさ、いろんなこと書くけど、許して。ちょっとこれ伝えたいことが多くて、この問題。例えば、今この問題がこうなってるとします。最初のスタートが。で、同じように12かけますよね。かけて、まあ、こっちは OK だとするじゃないですか。12かけた後。まあ、3X、ほにゃららって書いてあって。で、こっちが1になってるっていう。あれ、12かけてないけど、みたいな。っていうミスもよく出されます、これ。いいかな？で、まあ、今回は OK なんだけどね。で、右です。こいつに12をかけますと。そうすると、約分されて4なんですよね。で、よくね、自分が言いますけど、下が1になったんで、分数の棒がなくなってきます。ってことは、x-2 が落ちてきますよね。分数の棒から。棒から落ちてきたら、絶対に括弧をつけるのがルールです。つまり、x-2×4 なんですけど、まあ、こうなる。ね、4かけると。で、これ同じだよね。4を分配で配るから、4x-8 になんなきゃいけないんじゃねっていう。まあ、これもすごいミスが出る。頭の中で約分しますよね。あ、4が残るな。4x-2 っていうね。一瞬ね、合ってるように見えるんですよ。読んでいくと。でもそこが違うんです。だから今回の答えはあになります。最初からミスってると。あね。じゃあそれを含めて直していきましょう。これも1行目から違うので書き直しましょう。ちゃんとね。3x-12。で、さっき言ったように4を配るから、4x-8 になります。で、4x こっちに持ってくると、3x-4x。符号変わるからね。で、マイナス8はそのまんま、マイナス12、右に持っていくので、符号変わります。プラス12。こっち、計算すると、3-4 なんで、マイナス1。つまり、マイナス x ね。間違ってもマイナス 1x って書かないように気をつけましょう。で、マイナス8たす12は4です。4。で、マイナスが邪魔なので、よくマイナス処理って言い方を自分はしますけど、まあ、マイナス1かけたり割ったりすると、両方の符号が変わるので、x=-4。これで終了となります。で、さっきも言ったように分数で一番多いのはこのミスです、基本的には。がよく出される。その4が残るんだけど、前にしかかけないとかね。で、あとはさっき言ったこれですね。こっちはちゃんとやってるんだけど、ここに12かけてないんじゃないのとか。で、もちろん、そこを突破してるんだけど、こっちと同じように移行の時にミスってますよね。とかもあるし、あんまりね、最後の答えのところでミスさせることはあんまり出てこないですね。見たことはないんですが、でもね、まあ、出てこないとも限らないので、まあ、そこはちょっと気をつけてやってみてください。で、こういうタイプの問題はですね、なんでやるんだろうっていうふうに昔生徒に聞かれたことがあるんですけど、今ね、例えば括弧を配るときに足し算じゃなくて掛け算なんだよとか、分数の棒から落ちてきたときに括弧をつけるんだよっていうミスがありますよね。で、ミスをしやすいところを知ってる、ちゃんと分かってる人っていうのは、ケアレスミスが減ります、基本的に。だから、すごく大事なの、この問題っていうのは。個人的に自分が中学校の先生だったら出します、俺は。そう、大事な問題だから。そう、だから、例えば今言ったミスをしやすいところを把握して、もう一歩先に踏み出すんだったら、今見てくれてるみんながね、一人一人が自分はこういうところでミスりやすいよなって。例えば移行でミスりやすいのか、分配の時にミスりやすいのか分かんないよ。それはみんなによって違うからさ。でも自分がこういうところでミスをするよなって知ってることはすごい武器になるから、それは。だからそういった意味でもね、ぜひこういう問題、もしね、ワークとかで磨けたら、ちょっと頑張ってみてください。では、今回は中学校1年生の教科書3章テスト対策やらせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では、引き続きね、テスト対策取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。